今回は 韓国の SBS で大ヒットしたドラマペントハウスに焦点を当て、その魅力や舞台裏についてお伝えします。ドラマ概要、ペントハウスは100階建ての超高層マンションへラパレスを舞台に、富と権力に満ちたセレブたちの欲望と復讐、そして教育戦争を描く作品です。シーズン1からシーズン3まで制作され、その視聴率は30%を超えるなど、大きな成功を収めました。登場人物たちの複雑な関係、主人公シム、スリョンイ、 ジアが夫に裏切られ、復讐に燃える中で繰り広げられる登場人物たちの狡猾で狂気的な関係がドラマの魅力の一つです。敵対者や味方、そして裏切り者との交錯した人間ドラマが視聴者を引き込みます。ロケ地と建築美、ドラマの舞台となるヘラパレスは CG で作られたものですが、実在しないために生まれる架空の美しさも見どころです。一方で、実際に使われたロケ地はソウル市や景気道に広がり、現実の風景が物語に臨場感を与えた。 います不穏な展開と予測不可能なストーリー。ペントハウスの魅力は予測不可能な展開と驚きの連続です。主人公のスリョンだけでなく、周囲の登場人物たちも裏切りや復讐に翻弄され、ドロドロとしたストーリーが視聴者を引きつけます。 ファンの期待と続編の可能性。2021年6月に最終回を迎えたものの、ファンの期待からシーズン4の制作が噂されています。ペントハウスの魅力を知るファンは、今後の展開に期待を寄せています。ペントハウスは富と権力の中で紡がれる複雑な人間ドラマが織りなす、韓国ドラマの新たな傑作です。ドラマ好きな方や予測不能な展開が好きな方には、ぜひ一度視聴していただきたい作品です。 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。